ピースの角度は30度。どうも、僕です。この YouTuber みたいなのやめて。面白いから。ビータ版の電撃 FC、FCI ともに BGM が消失するバグがあります。特にナイツステージが起きやすかったと思います。このバグの存在を忘れて FCI でも同じバグに遭遇したときは笑っちゃいました。これもマシュマロではなくもう感想文なんだけど、これ何だったかな。ビータって、まあ、今だから言っちゃいますけど、まあまあスペック低いんですよ。まあスペック低いんですわ、これ。メモリが128ぐらいしかない。PS3 ですら256ぐらいあるのに、あ、128とかしかなくて、確か。なんかね、目ん玉飛び出るぐらい少ないんだ、あのハード。で、曲流せないってなったのはあった、確か。で、すげえカツカツで作ってるから、なんか BGM 絡みの不具合はね、なんかあったんだよな。直さんかったっけ？まあ、そういう感じで、割とね、その、まあ、うちのゲームのね、作りがあんまり良くないって言われたらそうなんですけど、そのバトル中のデータって、もう事前に全部バーンって読んだ状態で始まる。ほぼほぼ読んだ状態で始まるっていうのもあって、まあ、足りなくなることがあるね。あの、グラフィックデータは結構随時読み書きしてると、読み書きじゃない、読んでるやつもあるんだけど、BGM はね、確かさすがにね、持たせていて、で、確かね、ビータとかその辺の仕様って、そのループの処理がちょっと特殊なんだよな、確か。その、音声 BGM ファイルのフォーマットが、まあ、いわゆるみんなが思う Windows の普通の Web ファイルとか MP3 とかとはちょっと違っていて、まあまあまあ専用の仕様なんですけど、それがね、3とか4とかとも全然違うやつだったはずなんだよな。ややこしいやつなんです。はい。そういう不具合ありました。お便りいただきありがとうございます。